こんにちは、タドです。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、手ぬぐいを、お買い上げいただいたお客様、あるいはですね、過去ずっと使ってられるお客様なんかからよく言われることなんですけども、この手ぬぐいのほつれなんとかなりませんかなっていうことなんですよね。このここですよね。実はですね、こういうふうにほつれてくるんです。で、手ぬぐいっていうのは、平織りで作られています。こういう五番の目のように糸を合わせて作られているのがこの手ぬぐいなので、どうしてもですね、この横糸がこのように切ったところから出てくるね、いうことが出てきます。で、こちらの長い方はですね、小幅で、このサイズで織っているので、これはもうこれ以上ほつれてこないんですけども、こちらの短い方はですね、長い反物を切って1枚ずつ仕上げているのが手ぬぐいです。でも切ってっていうのはハサミで切ってるんですよね。それもフリーハンドので切ってるんですよね。ですからこういう風になってくるんですね。これをですね、どうしたらいいかっていうところなんですけども、方法としてはこのままほったらかしでずっと洗うと、ね、そうしますとずっとフリンジ状になってきます。こうだーっと横糸が全部抜けていくんですよね。取れていきます。で、こうなってくるとこう引っ張ってね、汚いですからこうちぎりますよね。そんなんでやっていくとフリンジ状になって大体1センチぐらいで止まる。で、それまで我慢するっていうのが一つの方法で、もう一つが、三つ巻きっていう方法があって、ハンカチなんかのね、端なんか見てもらったらいいように、このように、なんていうかな、こうグリッと回してここでミシンで、縫うという方法です。こう一つ巻いてもう一つ巻く、だからこれで三つ巻きっていうんですけども、ここの端をですね、ずっとね、縫っていくっていう方法が一つ。ちょっと面倒くさいですよね。で、最後はですね、一番私これがいいと思うんですけども、1センチから1センチ、ね、ぐらいのところ、1センチから5ミリぐらいのところに縦にですね、ずっとミシンを合わすわけなんですよ。縫うんですよね。1本だけでいいんですよね。縫うんです。そしたらそれ以上はほつれてこないです、ね、で、そこまではほつれるんですけども、それ以上はほつれてきません。ですから、ある程度そこからあと、近いところまで挟めて切って、目面を合わせてですね、フリンジ状にして、5ミリぐらいだけのフリンジ状にして、それ以上ね、もうほつけてこないようにするっていうのもやり方としてあります。ですから一番ね、いいのがこのね、1本だけスーッとこうね、ミシンを入れるっていうのがね、一番いい方法だと思いますので、どうしてもこのほつれが気になってね、気になってしゃあないやっていうことであればですね、その方が一番まだ簡単にできる方法ですので、ぜひですね、試してみてください。よろしくお願いいたします。